だと思いますか？よし。なんだろう。2021年10月5日午後7時31分です。今日もいつもと同じように、ワタミの宅食を食べます。ワタミの宅食食べるっていうのはちょっとあれですね。飲み物何が好き？あやたか。猫好き？大好き。何猫が好き？キジプラミックスです。猫ちゃんの名前は飼ってる。キャラちゃん、みかん、ジャスミン、ダヤン。もう一匹？実家です。一緒に住んでるのはキャラちゃんです。今日のお洋服はどこで買いました？大阪の雨村の古着屋です。このカチューシャ何？アマゾンで買いました。なんでそんなに可愛いの？アカリン先輩が私の頃のこと好きだからですよ。はい、最近買ったものは？スタイリストさんがインスタに載せてた透明のメガネ。流行ってるやつ。また。大阪出身？嘘です。嘘じゃない。実家があります。最近ハマってることは？最近ハマってること ？YouTuber さん見ることです。実家の住所は？ごついで。ごついで。ごついで。熊本出身？はい。電話番号は？ごついで。ごついで。ごついで。私のこと好き？熊本のどこが好き？
綺麗だなって思います。子供の頃の将来の夢は？あ、小説家。書タブください。岡田あやめです。小説家誰が好き？小説家桜庭和樹さんとか東川徳也さんとか三枝司さんとか谷崎とか好きです。高評価入れときました。